確定申告の時期を前に税理士が申請書の書き方など納税者の悩みや疑問に答える相談会が明日まで開かれています。この相談会は納税者に正しい確定申告の仕方を学んでもらおうと九州北部税理士会が県内では初めて開きました。相談会ではインボイス制度が導入され今年から消費税の申請方法が変わる小規模事業者や医療控除を受ける高齢者など確定申告にまつわる疑問や相談に4人の税理士が答えます。この所得がどの項目で申告するのかみたいな感じでしょうかね。丁寧に教えていただけたんで、はい、よく理解できました。今日お伝えしたことをもとに、ご自身の中でですね、スマホを使ったりです、パソコンを使ったりしてですね、そこで申告をしていただく準備ということで今日はおいでいただく。相談窓口は予約不要で明日まで佐賀市のグランデ葉隠で開かれます。令和6年